私たち兜は祭りの原点である生と死、道と静、光と影という対象をコンセプトに作品を作っています。地元朝霞彩花祭を盛り上げられるよう、観客の皆様に感動を届けられるよう、練習に練習を重ねてきました。精一杯演舞を披露させていただきます。どうかご声援よろしくお願いいたしますとのことです。それでは踊っていただきましょう。カブトの皆さん、よろしくお願いします。はい、わかりました。改めまして、カブト、と申します。まずはじめに、この会場の、関係者の、一人として私からもお礼申し上げます。今日集まりの皆様、本当にありがとうございました。そしてチームさん、ご協力ありがとうございました。今回ファイナルアゲインというこのような形でやらさせていただきましたが、今後も、何かしらの形で、続けてやってまいりたいと思います。ご支援、ご協力の方よろしくお願い申し上げます。さあ、それでは、最後の演舞の方、話させていただきます。よろしくお願いします。それでは参ります。2016カブトきらめき、いこうか。
皆様ご支援ありがとうございました。兜の皆さん、熱い演技をどうもありがとうございました。皆様と楽しんでまいります。